日米修行通商条約、日米修行通商条約、日米修行通商条約は、安政5年6月19日、1858年7月29日に日本とアメリカ合衆国の間で結ばれた通商条約である。江戸幕府が日本を代表する政府として調印した条約であり、条約批准書原本には、源の家持ちとして、 当時の十四代将軍、徳川家持の署名がなされている。王語では、アメリカ全権、タウンゼント・ハリスの名を冠して、ハリス条約とも通称される。アメリカ側に、領事裁判権を認め、日本に関税自主権がなかったことなどから、日本側に不利であり、一般に不平等条約と言われる。しかし、同条約の不足第七足で定められた、関税率は、虚偶。 建材、食料などは五パーセントの定率関税であったが、それ以外は二十パーセントであり、種類は三十五パーセントの交換税であった。幕府は同様の条約を、イギリス、フランス、オランダ、ロシアとも結んだ、安政5カ国条約。ただし、日米修行通商条約の第二条は、日本国と、オーラともえ中の、ある国との間にもし触り起こるときは、日本政府職に応じ、 合衆国の大統領和親の中立ちとなりて、扱うえしと規定されており、これは日本とヨーロッパ列強との間に揉め事が発生した場合、アメリカが仲介することを宣言したもので、他の四カ国との条約にはこの文言はなかった。条約の第十三条2872年、明治五年七月四日には条約を改正できる、旨の条項が設けられていたが、 時の明治政府は、まだ、何ら組織が整っていなかったため、交渉開始の延期を申し入れ、1876年から各国と条約改正交渉を開始した。交渉は難航し、日清改戦直前の1894年7月16日の日英通商公開条約の締結により、領事裁判権の撤廃が実現したが、関税自主権を回復したのは、 日露戦争後の1911年2月21日調印の新日米通商公開条約までまとねばならなかった。条約書の原本は1997年平成9年に歴史資料として重要文化財に指定された。日米和親条約により日本初の総領事として安政3年7月21日、1856年8月21日、 下田に赴任したタウンゼント・ハリスは、当初から通商条約の締結を計画していたが、日本側は消極的態度に終始した。同年8月3日、アームストロング大将その他の士官と共に上陸し、下田武行と会見した。武行は、領事の目的や権限、違い方権やアメリカ人に対する領事裁判権について尋ね、領事の下田駐在を渋ったが、結局、 アメリカ政府へ交渉するまでの間滞在することを認めた。そこでハリスは8月5日上陸して日本側が提供した下田近郊の柿崎にある玉泉寺を領事館と定めた。8月11日、下田奉行はハリスを下田に駐在させることを決め、その後の取り締まり方について幕閣に指示を仰いだ。幕府、表情書の意見は極めて怪獣であり、 邪教伝線がないように取り締まりを厳重にし、宿舎の規模などもなるべく小さくするなどを命じ、喜んで駐在させるという気風は見えなかった。しかし、8月24日、ハリスの下田駐在は、公然と認められたのである。8月29日、ハリス下伝駐在を積極的に受け止めた目付、岩瀬忠成を下田に派遣した。その間、岩瀬は、 下田武奉行と共にハリスと会見した。ハリスは安政四年十月二十一日、1857年12月7日に、江戸城に登場し、将軍家定に越見四国賞を手渡した。ハリスの強硬な主張により、アメリカとの自由通称は、やむを得ないという雰囲気が醸成される、江戸幕府の老中主座であった、堀田正都は、下田奉行、井上清史鹿と目け、目付、 岩瀬忠成を全権として、安政4年12月11日、1858年1月25日から条約の交渉を開始させた。交渉は15回に及び、この間進捗と忠成は、国内の情勢の困難さから、今江戸を開始しても商売にならない、胸を解いたがハリスはこれを信じず通商開始を優先させた。交渉内容に関して、 双方の合意が得られると、正都氏は、公明天皇の直居を得て、世論を納得させた上での通称条約締結を、企とした。正都氏は自らただなりを伴って、安政五年2月5日、1858年3月19日に入居し、条約直居に尽力したが、3月12日、1858年4月25日、 の武家天送への取り次ぎの際、中山忠康、岩倉智美ら中級、下級区下88人が抗議の座り込みを行う、停八88強烈三事件など上位派の肖像区下が抵抗した。また、孔明天皇自身、和親条約に基づく恩恵的な親水給与であれば、深刻に本を汚すことにはならないとの考えであったが、 対等な立場で異国との通商条約締結は、従来の秩序に大きな変化を持たすものであると考え、3月20日、1858年5月3日に直去を拒否した。一方のハリスも、アロー号ー事件をきっかけに清と戦争中、1856年から1860年のイギリスやフランスが日本に侵略する可能性を指摘して、それを防ぐにはあらかじめ、 日本と友好的なアメリカと愛の輸入を禁止する条項を含む通商条約を結ぶ他ないと説得した。幕閣の体制はイギリスとフランスの艦隊が襲来する以前に一刻も早くアメリカと条約を締結すべきと判断した。正ト氏は事態打開のために松平春学の大老就任を格索したが実際に大老に就任したのは井い直助であった。 直助は、条約調印当日の6月19日、1858年7月29日の閣議でも、天意、公明天皇のようこそもっぱらにご表情ありどこへと、最後まで直居を優先させることを主張した。しかし、開国、積極公益派の挙党であった老中の松平忠氏、方は、長袖、苦行の、持ち身に敵不要にと義するとも果てなきことなれ派。 この評価ぎりに取り刃からはすしては、ハフの件もなく、時期を失い、天下のことを謝ると即時条約調印を主張。抜閣の体制は中方に傾き、直助は孤立した。直助はなおも、直挙を得るまで調印を延期する、よう努力せよと指示したが、交渉担当の井上清史鹿が、やむを得ない際は調印してもよいかと質問。直助は、その際は致し方もないが、 なるたけ尽力せよと答えた。その閣議の後、清史寺か、たの両名が、神奈川沖、小芝、八景島周辺のアセスポーハタン号に赴き、直すの意向を無視して、艦上で条約調印に踏み切った。アメリカ側の全権は、ハリスであった。この際、ハリスから、深刻に展開中の英国艦隊が近日中に、日本に向けて、出港準備中であるから、 すぐにでも、米国と条約を結ばなければ日本は英国に占領されであろう、とブラフをかけられたという。条約調印の4日後、正俊と中方は老中を悲鳴された。清時期、ただなりもしばらくして左遷されている。この後、日米修好通商条約の批准書を交換するために、万延元年1860年に、正氏、新見正沖、 福島村垣のりさ、観察、小栗忠正を代表とする万円元年県米施設が、ポーハ単語でアメリカに派遣され、その護衛の名目で、木村義武を副使として、管理丸も派遣された。管理丸には、勝海舟が、官庁閣として乗船し、木村の従者として、福沢諭吉も渡米した。しかし条約締結は日本に大きな清掃を引き起こし、 直挙のないまま締結したことと、同時期に問題となっていた、将軍軽視問題などが絡まり、直助は、派閥構想鎮定のため反対派の爆心や死死、朝廷の公家主を大量に処罰、安政の大国、正俊や、中方、清史鹿、忠成ななど、条約関係者を排除した。結果、政局は不穏となり、施設団のアメリカ訪問中に、桜田門外の変が発生。 直おは暗殺され、幕府の威信は低下した。朝廷は、直お暗殺後も一向に、これらの条約を認めず、尊能上位運動においては、条約の廃棄が要求された、早く上位論。幕府も、国内情勢の困難さから、開始、開港の延期、ロンドン覚書や、再鎖行を求める、外交交渉、横浜鎖行談判施設団に尽力せざるを得なかった。しかし、 アメリカ、イギリス、フランス、オランダの4カ国艦隊が、兵庫沖に侵入して、条約直去を強行に要求するに、至り、兵庫開港要求事件を参照、慶応元年9月16日、1865年11月4日に、これを直去した。この時、朝廷は、兵庫開港は行わない旨の留保をつけたが、第15代将軍、徳川義信の圧力の下、 慶応3年5月はこれも直挙され、日本の開国体制への本格的な移行が確定した。ハリスとの交渉に先立ち、幕府はオランダとの間で日蘭追加条約を結び、貿易規制の緩和を認めていた。ロシアとの間にも同様の追加条約を結んでいた。幕府はアメリカとの交渉もこれを元に行う考えであったが、ハリスの目的は自由貿易であり、 日本側にイニシアチブを取られないよう、条約草案を作成、提出した。この草案をもとに15回の交渉が行われ、内容が妥結した。日米修航通商条約の内容は以下の通りである。第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条。 第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条自由貿易は第3条で定められているが、ハリスにとっては最重要の項目であった。草案では、潜媒制度や倹約令の撤廃も求めていた。いずれも内政干渉に近いとされたためか、条約には含まれなかった。幕府は急激な貿易の拡大は、 国内の混乱を招くとして、日乱追加条約に準じた内容を希望したが、ハリスはこれを拒否し、最終的には、幕府も自由貿易を認めた。幕府側からの希望で、軍需品は幕府にのみ販売すること、日本からの米、麦の輸出は行わないこと、同は余剰がある場合に、幕府の支払いとしてのみ輸出できることが加えられた。第四条では、 アヘンの金融が定められているが、これはハリスの方から申し入れたものである。草案では、候補地として、函館、大阪、長崎、平戸、京都、江戸、品川、日本海側の二港、九州の丹校付近に地港となっていた。これに対し、幕府全県の岩瀬忠成は、横浜の開港を主張し、大阪の開港に反対した。大阪が開港すると、 経済の中心が完全に大阪に移り、江戸の経済的地位が低下するというのが理由であった。ハリスは品川は、遠浅で貿易港に適しないことを理解し、横浜開港に同意した。しかし、江戸、大阪の大都市を開港することを強く要求したため、小取引のための滞在のみを許すということで、同意さだ。大阪の外交として、兵庫が開かれることとなった。平戸は小さすぎ、 また、長崎近郊に炭鉱が発見されていたため、九州の開港場は長崎のみとなった。日本海側はとりあえず新潟が選ばれた。ただし、幕府は新潟、兵庫、江戸、大阪は後に開くことを主張し、認められた。なお、幕府側の開港予定地は横浜であったが、交渉の過程で神奈川、横浜となり、条約には神奈川のみが記載された。 実際に開港したのは横浜のみであったため、条約を結んだ各国から批判もされたが、幕府は横浜を神奈川の一部と主張した。結局幕府は領事館を神奈川に設置することを認めたが、実務上は横浜の方が有利であり、早いうちに各国領事館は横浜に移動した。また兵庫ではなく神戸が開港している。総案ではアメリカ人は、 日本人と雑居できることとなっていた。しかし幕府側は外国人の居留を一箇所にまとめることを主張し、ハリスは出島のようにならないことを条件に居留地の設定を了した。草案では一年以上日本に滞在したアメリカ人は領事の許可があれば、小取引のために日本国内を自由に旅行できるとなっていたが、幕府はこれを拒否した。第七条で、 有保規定が設けられ、一般人が日本国内を自由に旅行することや、距離内外で小取引をすることが禁じられた。第八条の宗教に関する規定は、ハリスの草案のまま決定された。第六条の領事裁判権に関しては、下田協約で、すでに幕府が認めており、これもあっさりと合意した。関税率は、本文ではなく不足である、貿易協定で決められている。 当時日本側に関税自主権という概念がなかったため、関税率の設定だけが問題となった。幕府側は輸出税、輸入税を12.5%とすることを提案し、ハリスは輸出税はなし、輸入税は20%、一部商品は例外として0%、10%、35%を提案した。最終的に輸出税をトとし、 一部輸入税を10%から5%とすることで合意した。ただし、ハリスは輸出税を認める代わりに草案にあった総務的な再警国待遇を撤回した。第5条で両国貨幣の金銀投下交換が認められている。当時の日本の銀貨である一分銀は貴金属としての価値をもとにしたものではなく、幕府の信用による狂気貨幣であった。このため、 日本の金銀比価は金一に対し銀4.65であり、諸外国の相場、金一水銀15.3に比べて銀の価値が高かった。幕府は下田協約の交渉過程で金貨基準の貨幣の交換を主張したが、ハリスは当時のアジア貿易で一般的であった銀貨基準、洋銀の交換を主張して押し切っていた。ただし、相案には 日本通貨の輸出禁止が含まれていた。しかしながら、幕府は、用銀と一分銀の交換を嫌い、交渉の過程で、外国通貨の国内流通を提案した。ハリスもこれには同意したものの、日本商人が、外国通貨になれるまでの一年間は、日本通貨との交換を認めるように要求した。幕府はこれに合意し、かつ、日本通貨の輸出を認めた。結果として、 金の流出やインフレーションによる経済の混乱を引き起こすこととなった幕末の通貨問題。幕府は貿易専用通貨である安政に主銀の発行により金の流出を回避する予定であったが条約違反と非難され安政に主銀の通用はわずか22日間で停止されている。この問題は万円小判が発行され国内の金銀比較が 国際水準となるまで約1年間続いた。日米は新条約で定められたアメリカに対する変務的再警告待遇は第12条によってそのまま継続された。上述のようにハリスは総務的な再警告待遇を提案したものの輸出税を認める代わりに撤回している。また、鎖国政策をできるだけ維持し一般の日本人に対しては 自由な海外渡航を認める考えがなかった、幕府側から断ったとする説もある。この条約により、日本はアメリカ人はじめ国内在住の欧米人に対して、主権が及ばず、外国人居留地制度が設けられ、自国産業を十分に保護することもできず、また、完全収入によって国庫を潤すこともできなかった。特に慶応2年5月。 1866年6月の改善役所以降は輸入品は低関税で日本に流入するのに対し日本品の輸出は開口上に居留する外国商人の手によって行われ外国商人は日本の法律の外にありながら日本の貿易を左右することができたのでありその上こうした不平等な条項を撤廃するためには一国との交渉だけではなく 最恵国待遇を承認した他の国々すべての同意を必要とした。本条約の不平等的な性格は日本の主権を侵害し、経済的にも国内産業の保護育成の大きな障害となった。裏返せば自由貿易により外国の物品を安く購入することが可能となり、明治の近代化に寄与したとも考えられる。明治維新後、新政府は条約改正を 外交上の最優先課題として、外国との交渉を進める一方、国内法制の整備、秩序の安定化、軍備の強化等に取り組んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。